さあ本日の最終12レース間もなく発走です。いや本当にここ楽しみなレースですね。決勝前に、そうですね、決勝の前にね、はい、こんなあの松浦と山口の対戦を見れるなんてね。そうですね、はい、さあその松浦選手の表情、そして3番の山口健也選手の表情も見えます。いや本当にルーキーですけれども、ね、去年デビューしたルーキーですよね、はい、すごいですね、はい、では準決勝ご覧ください。決勝2つ目第11レースは2コーナー4番手から一気にまくった郡司浩平選手、貫禄勝ち3連勝を飾りました。先行臨着粘りました。2つ選手マークした園田拓海選手3着と以上の3人が11レースから明日の決勝への権利を獲得しております。開催3日目、いよいよ最終12レース準決勝3組目、 SQS3 松浦雄二選手、今日は1番車で登場です。バンク5周回最終レースの先頭員は大西隆明が務めます。では対戦の9名紹介いたします。1番 SQS1 広島松浦雄二です。2番宮城大月博則、3番岐阜山口健也、4番京都稲垣博之、5番福岡小川雄介、6番神奈川小島歩、7番京都山本真一、8番神奈川松坂洋平、そして9番岡山の柏野智則です。最終レースです。発走します。現在の競輪界の最高峰 SQS3 を身にまとった松浦雄二に山口健也が初挑戦、注目の対決です。勢いが勝るか格が勝るか、注目の準決勝最終レースです。号砲鳴って12レース準決勝3組目スタートです。神奈川勢が迷わず前を取って先頭に追いかけます。8番松坂洋平、6番小島歩です。神奈川勢が早くも1コーナーで2車連携完成させて、松浦雄二が3番手から押しをするか、2番の大月博之がその後ろ、3番の注目2連勝で勝ち上がった山口健也、5番の小川雄介、外9番柏野智則、7番の山本慎一が現在は8番手で、京都ラインは4番稲垣博之がマーク9番手です。松浦雄二のラインが中段で3名西でまとまりました。2対3対2対2、1周4コーナー隊列が完成いたしました。正攻法8番松坂洋平であります。山口金型は2次予選の再戦です。1次予選は8番手まくり返し圧勝がありました。同県6番の小島歩です。 G3 の準決勝初経験という小島歩です。1次予選は桐山マークの4着です。注目1番 SQS3 松浦雄二です。二次予選競争ホーム5番手、鮮やかなまくりで快勝でした。番手は9番の柏野智則、一次予選は松本マークゴール寸前逆転して勝っています。この3番手選んだのは5番車福岡小川雄介であります。今年3月行われた玉の記念 in 広島準決勝以来のこの松浦ラインの3番手、その時には松浦岩津その後ろ3番手3着粘って決勝進出を決めております。小川雄介残り3周、3番の山口健也松浦とは注目の初対決です。連勝で勝ち上がっています。1次予選叩き返して逃げ切り勝ち、2次予選はギリギリ幕領域まで届く一戦でありました。ここを目標に初日特選組4着2本、2番の大月です。8番手から7番山本慎一2着2本ながらも連日叩き返して先行しています。自力持った4番稲垣が山本に任せました。1次予選は南の幕領域マーク2着がある稲垣です。3周3コーナー京都2社が動いた山本稲垣のコンビです。山口金也の横は通過、山口金也が京都勢を追いかけてきました。残り2周です。神奈川勢をまず京都勢が抑えて1コーナー山口金也、2社でも大月を連れて積極的に勝負に行くのか。1センターでは1番の松浦、ここは中段問屋7番手に下げ支えた、8番の松坂が5番手キープ、1番の松浦7番手タイミングを測っています。前6車の壁を松浦どう打破するのか。
2社でも山口健也準決勝先行それで2センターが来た来た松浦7番手から雄たけびで一気に来る4番手3番手7番の山口京都勢が抵抗一旦ここは足を止めて貯金をしてもう1回2の足を使って攻めていく2番手大月が2と3と激しく揺さぶっています3番手をまた並走状況1番の松浦がここは京都勢決めに行くか7番の山口抵抗して対立見てくれた3コーナー神奈川勢が共に浮いてしまった2番手大月やや離れている3番外が1番松浦直線コース横広がった3番山口2番の大月抜け出した2番3番あと1番の松浦なんとか3着か最終12です準決勝3つ目です山口健也が2社でも切符のいい先行大月博之が最後しっかりと捉えておりますリプレイをご覧いただきましょう京都勢がとことん抵抗してなかなか松浦選手も打破できなかった状況山本慎一が相当抵抗しました足をためてためて直線勝負松浦かけたんでありますが3着までか2番の大月選手が最後山口健也選手をかわして2番3番あとは松浦選手が3番手外へとかなんとか山本慎一選手踏み勝って3着でゴール入着の模様ですゴール入着大月博之山口健也松浦雄二山本慎一です2番3番1番7番で上位入着の模様ですどうぞこの後審判からの決定放送をお待ちいただきたいと思います山口健也松浦雄二注目の初対決最終レース終了いたしました明日の最終日どうぞご期待ください12レースの準決勝をご覧いただきました実況は宮原英二さんでした山口健也選手が主導権握っていく展開となりました見応えありましたねいやー、はい、先行すると思ってなかったですねそうでしたね、はい、そうですお知らせしますただいまから第4コーナー付近の事象について審議します審議の対象は5番および9番です決定はしばらくお待ちください12レースですが審議となります第4コーナー付近の事象についての審議です審議対象選手は5番および9番です審議の結果決定についてはしばらくお待ちください最終12レース審議となりました審議対象選手は5番と9番ですさあ改めて、はい、まあ、松浦選手もね中断でちょっと、ね、はい、やはりこう西の横綱相手にですね、はい、やっぱり山口がね、はい、やっぱり昨日が1着でも浅井が、うん、あ全然、うん、4着で、まあ、4着だったっていうところで、はい、放送後先に入ります、はい、お知らせしますただいまのレースの審議の対象は5番および9番ですが3着までには到達しておりません決定1着2番2着3番3着1番別府競輪12レースの払い戻し金をお知らせいたします枠番2連勝複式23,500円枠番2連勝単式23,5250円車番2連勝複式2番3番1400円車番2連勝単式2番3番4870円3連勝複式1番2番3番850円3連勝単式2番3番1番12,110円ワイド2番3番470円1番2番390円1番3番170円以上でございます12レースの決定をお伝えします1着2番大月博之2着3番山口健也3着1番松浦雄二払い戻し金です2車単は2番3番で4,870円3連単は2番3番1番で12,110円でしたその他の掛け引きの払い戻し金はご覧の通りですでは12レースを VTR で振り返ります、はい、
はい、山口がね、一旦抑えて、7番の山本、3番で引きましたよね。はい、ここで松浦が7番って、はい、いつでも行くぞっていう気は見えましたけど、これはもうちょうど山口とタイミングが合いましたね。そこで、松浦が行きますけど、もう山口は結構まあ踏んでるっていうかね、ここで一旦休むんですよね、松浦は。はい、こういう動きが松浦にできるんですよね。一旦休んでっていうところですけども、まあ、大月がね車間を切りながらうまく走ったっていうところで、ここで松浦踏み直しますけども、はい、大月が踏んで、しかしながら山口はいいレースしましたね。まあ、昨日なんでこういう練習しなかったのかなっていう感じがしましたけど、そうですか、2着でもしたということは、まあ、昨日の反省を生かした、まあ、1着であったでも反省を生かしたっていうところですね。いや本当にこれ、はい、明日の決勝につながる、ね、レース、もうこれで村上はしっかり、逃げたっていうところを見せてるので、はいはい、村上弘之がつくでしょうね。そうですか、はい、山口選手積極的に行きましたね。そうですね、はい、もう何も言うことないぐらい、はい、すごい、はい、素晴らしい走りでした。後ろについていてどうでした、かかり具合など。そうですね、ちょっとやっぱり松浦君が中段にいたんで、そこは自分もしっかり止めないとなと思って、はい、考えてました。しっかりと車間切って後ろ警戒してましたね。そうですね、はい、かけてくれたからには、はい、自分も自分の仕事を、はい、そして山口選手をかわして1着です。そうですね、昨日と一昨日、はい、ちょっと不甲斐ないレースだったんで、そこをちょっと修正できるように、はい、意識して走りました。コンディション、足の状態はいかがですか。そうですね、はい、良くなってきてます。それでは決勝戦へ向けて意気込みお願いします。決勝も頑張ります。大月選手のインタビューでした。では全レースの結果をご覧ください。